さあ、おはようございます。ダーン、のミライ、です。東北公益文化大学が指導する懲戒塾。これね、IT、情報技術を使ったものですね。坂出市の小中学生対象にしたプログラムスクール、ジュニア、ドクター、懲戒塾を行ったそうでございます。確かに新年度も開校する予定、今後2期生を募集中でございます。確かにいろいろ小中高校へ技数、情報分野の能力をさらに伸ばすことが目的だそうです。 それは将来科学技術の発展を懸命する小中学生の育成に地域の大学が関わっていこうと同大学が設立したそうでございます。まさにジュニア、ドクター、育成塾。支援期間は5年だそうです。いや、驚きました。小学5年生から中学3年生が1期生。40人です。約。必修科目、プログラミング、あとは IT、コンピューターを使いこなせるようにいろいろな情報技術。まあ、講義も行ってそうです。そうた、心理学、交通、宇宙、 民族芸能も学んだそうでございます。あとはまあ、成果発表会も実施したそうです。なお、受講募集募集中です。以上です。バイバイ。